ワンボーロンの成績。こちらワン選手の成績、非常に厳しい結果となっております。血仲間がヤグン、慣れてくればそれなりに打つ。彼は4割バッターだよ。構成集結者好き。 CPBL のレベルが大体わかったわね。吉田に対するボスカスの気持ちがわかったよ。一軍でこれならギリ戦力。まだ痛んだって印象。焦え吉田。なぜ首にしないのか不思議でならない。一番ヤバいのが46打数16三振というとこな気がするわ。イースタンテ投手しょぼいし、まぐれで4割は打てない実力はあるはず。残す方も残す方やけど、残る方もすごいよな。良くも悪くも感情が人間離れしてる。もう根本的なメカニックのとこで破壊されてしまってるよな。もう戻らん。秋山みたいに台湾戻ったら4割打つんやろな。台湾リーグが打高なだけやろ。平均よりどのくらい打率高いのかが重要であって、打率4割って数字にそんなに意味はない。昔はファームで打率8割とかやってたのにこんなになっちまって。逆にメジャーだと活躍できそう。逃げ帰らないのすごい。ご視聴ありがとうございました。